はい、ジェームズはニトログリセリンを作った。ニトログリセリンを手に入れた。先進めそうですね。で、なんか、ですね、ちょっと、もしかしてと思っちゃったんですけど、なんかシャルロッテのイベントスルーしたっぽいですね。なんかそういう気はなかったんですけどね、なんかフラグかなんかをスルーしちゃったんすかね。ちょっとよくわからないですけどね。なんとなくおかしいなと思ったんですけどね。本当はなんか、もう少しなんかイベントがあったっぽいですけどね。あとなんか音飛びますね。もしかしたら、なんか不具合のあるディスクを掴まされたかな、もしかして。だから盤面がね、まあ、やや傷があるんですよ。それでもややなんですけどね。ね、大したもんじゃないんですけどね。アマゾンで、いくらだっけな。安く売ってたやつなんですけどね。失敗したかな。さて、ここかな、確か。先行けるのか？いけそうですね。さて、なんかいよいよ大詰めって感じですけどね。行ってみますか。ここはどうなってるんだ？ここですね、行けなかったところは。なんだ？棺の下には引きずったような跡がある。なんだこれ。これをどうしろと。いや、どうもできないよな。そこに何かあるんだな、きっと。なんか、開いて扉があるとか、階段があるとかですかね。わからないけど。こいつらは新しいやつかな。戦えばわかることだ。5000、弱点か。35、全然大したことない。レベル上げすぎたかな。これは楽勝ですね。死ね。全然余裕でいけますね。さて、一番嫌なのはまた謎解きとか嫌なんですけどね。俺はこういうの苦手。なんかいいもの落とすかな。あ、経験値高い。この上行けそうだ。なんだ。パイプオルガン。ボタンを押すと鳴るようだ。ボタンにはルーンが刻まれている4つのボタンだけ押せるようだ。ルーンはそれぞれ意味を持っている。左から人、秘密、悲しみ、神の光だ。
ああ、これか。なんだっけ、なんだっけ。メモ取ったんだよな。どこ行ったかな。確か、どっかで見つけた、メモだか手紙だかにあったな。最初のメモだとね、最初が秘儀なんですよ。ってことは秘密か？次が悲しみ、次が人間、次が神の光。これだ。ナイスだ。メモ取っててよかった。なんだ、さっきのところか。これかな？これぐらいしか。あ、やっぱりこれだ。階段か？Hey, what are you doing? What's that? No, don't! I'm not asking for your help. This is my problem. None of you need to die with me here. をつけようってのか。火事になるぞ。これか。生命の丘間。ここにダニエルの右腕を投げ込み、火の力を呼べば。ああ、そうか。投げ込みますか。もちろん。Are you sure? Let's proceed. Saint Daniel Scotius, protect us from these evil spirits and grant us inner strength. Amen. Thou who were created and born out of dust, now go quietly and return to thy maker. おお、いや、もう大詰めって感じだな。なんかやり残したことがあるような気がするけど、まあいい。もうあとは進むだけですよ。これは上に登れってことだろう。こっちじゃない。この上に登ればいいんだな。登れない。階段じゃないのか。ってことはこっちか。どうなってる？あ、こうなってるのか。無駄に歩っちまった。あ、なんだ。これボスの音楽だ。触手か？あの植物か。多いな。よし。じゃあ、これじゃあ分担しよう。さてさて。あ、全然効いてない。レベル上げは効いてるみたいですね。ポイズンになった。まあこのぐらいだったら。ストレングスフォースをクーデルカに。
で、後ろのやつにはフレイマインでも食らしてやるか。なんかやってきやがるな。全然効いてない。いいぞ、これは幸先いいですね。82、このぐらいだったら全然余裕だな。どいつだっけ、こいつだと思うんだけども、やったか。よし、それほど強くないな。さらにこれで有利になった。どうだ、おー、4000。でも一撃じゃ倒せないんだな。クーデルカの攻撃の方が強いですね。こうなると3回出せばの話なんですけど、追撃できればね。あ、追撃しない。あ、でも連続攻撃できる。死ね。追撃やればな、これ倒しちゃうんだけどな。あ、できるできる、3回連続だ。ナイス。壊れたか。なんかラスボスが近いような気がするんだが、あんま武器壊したくないんだが、これはエドワードに。よし、さてと、まずは装備を変更しないとですね。なんかいいもの落とすかな。あ、レベルアップか。経験値高えな。なんだこれ、アジリティアイドル、パイオリティアイドル、デキシリティアイドル。なんだろう。